岡田切れ、吉坊は、鎌倉時代に作られた日本刀である。日本の国宝に指定されており、東京都台東区にある東京国立博物館が所蔵している。国宝指定名称は、立命吉坊。立命吉坊の名称で国宝に指定されているものは、元太刀の他に4口あり、東京国立博物館も元太刀以外にもう一口の国宝。 立命吉地帽を所蔵している。国宝指定名称には岡田切れの文言はないが、E 国宝やコルバスでは、立命吉地帽のように、号を併記する形で表記されている。福岡一文字派の投稿吉地によって、鎌倉時代中期に作られた立ちで、1584年の小牧、長久手の戦いの際、豊臣秀吉との内通の疑いで、加労の岡田助三郎を、 織田信夫が切ったことが、豪の由来である。増田隆氏から、明治天皇に献上された、旧助物で、現在は、東京国立博物館が所蔵している。1949年2月18日に、当時の国宝保存法に基づき旧国宝に指定され、1955年2月2日には、文化財保護法に基づく国宝に指定された。 2019年7月3日から2019年10月6日の期間、東京国立博物館の TNM& 突ンミュージアムシアターでは、VR 刀剣三日月宗近岡田切吉坊が上映され、高精細 VR 技術で刀剣を詳細に鑑賞する試みがなされた。波長 69.1cm、反り 2.1cm、 元幅 3.1cm、先幅 2.4cm、喫先長 3.5cm、茎長 18.2cm。喫先は、育び喫先で身幅広く、すり上げながら豪壮で、ややそり高な立ち姿である。作り込みは、甲作りで、胸の形状は三角形のように尖っている四胸、ね。表裏に丸いボード用かき流している。茎はすり上げで、目へ。 吉母は茎尻間際の場所にある。目く穴は二つ、ヤスリ目は勝手下がり、先の浅い栗尻。本文で使用されている刀剣用語について補足する。私鉄は昇番目肌よく摘み、血にえつき、乱れ移り立つ。波紋は、袋長時に重花長時に、山形の互いの目を交え、足、用し切りに入り、匂い深く、小にえつく。帽子は大きく乱れ込み、表は、 困る心、裏は尖り心でわずかに変える。本文で使用されている刀剣用語について補足する。ありがとうございます。